セッターの藤井です。セルジーニョ、高橋はスプリントしました。裏裏、お抜けたチャンス、ライブ長いだちょっと向こう側中谷だったでしょうか、うん、残っていたのに対して入れ替わるように長井が出てきました。中谷のところでオンサイドになったんですかね。まあ、丁寧な優しいパスは出しましたし、うまく一つ目のコントロールで自分の前に落とせましたから、これね、多分お腹の左下あたりですけど、こっちのコントロールは多分1回逃した決定球で難しいと思いますけど、すごくピタッと一発で受けましたね。